澤井さんはですね、もともとアメリカの原子力規制委員会 NRC などから情報を引っ張ってくるという、すごい強者でいらっしゃいますし、うちの店にもちょっとおいでいただいたときに非常にこう勉強をさせていただいたという非常に素晴らしい方でございます。で、まあ、専門的な言葉と出てくるとは思いますけれども、後ほど質疑応答の時間を設けますので、何か聞きたいことがありましたら質問をしていただきたいと思います。それでは澤井さん、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、澤井と申します。これからちょっと原子力発電所とか福島の事故、そして放射能とか被爆、先ほどお話しいただいた、もっとその基礎のところをですね、今日皆さんと、勉強したいと思います。で、最初に安心していただいていいと思います。私も理系の人間ではなくて文系の人間で、もう高校の時はもう物理科学はもう大嫌いで、もう下向いて早く時間が終わらないかなって言って大学を卒業した人間なんですけど、非常に人生の皮肉というか、今は人を皆さんに核分裂とか放射能とかそういうお話をするようになりました。だから分からない人の気持ちがすごくよく分かります。ですからすごく、簡単にもう本当の専門家にしたらそんな説明していいのかっていうふうに言われるぐらいにざっくりとお話したいと思います。でも今、日本が先ほどお話ありましたように、もうセシウムに放射能に汚染されてしまった国土になってしまって、やはり誰でもがですね、知っていないと困ること、ここにいらっしゃる方も実際お子さんもですね、分かるようになったらその知識を持たないとですね、これから大変なことになるよという時代になって、悲しいことなんですがそういう状況になっておりますので、まずお話したいと思います。それで今見ていただいています、これ福島のサイトです。これが爆発した原子炉で、これが3月11日以前の映像です。太平洋側から見たとこなんですけど、ここにこうなんかビルが、ここに前の方と後ろの方、高いビルと低いビルが並んでます。1234、ここに56となってて、1号機ってどこだか分かりますか？なんと信じられないです。これが1号機です。福島第一原発1号機、これが2号機、3号機、4号機、そしてこれが5号機、6号機、6つ並んでいます。で、これはですね、知らない人には絶対わからない、とんでもない並び方をしていますね。で、どうしてこんな並び方になった、数字が普通こう1、2、3、4、5、6とか並べたらいいのに、変な並び方になったかというとですね、北側が、双葉町です。双葉町、そして南が大熊町というところにあります。で、ここがちょうど町の境目なんですね。それですね、原発は地元にとって何かといったらもう補助金です。要するに危険なものを置いていただく危険手当を地元の人たちに払う、そういうシステムが補助金なんですが、原発がですね、計画が決まった時から補助金は出始めるんですけれど、いわゆる発電して営業運転に入ると全然固定資産税とか高くなるので違うんですね。そうすると例えばこっち側ばっかり作ってると大熊町ばっかりにお金が入ってですね、双葉町になかなかお金が入らない。それでですね、1、2を立て、そして5を立て、3、4を立て、6を立てというですね、非常に両方の町にそれなりに奇数に合わせたお金が入るように建てていったので、ここに1号機が建って2号機があるという、こうわけわかんない状況になってます。原発のそのお金と結びついた存在を象徴している並び方なんですね。で、今の状況で、これ当日3月11日もう1年前以上の地震の時です。皆さん東京いました？大体帰宅難民になった方いらっしゃいますか？いらっしゃいません。そんなみんな大体お家にいたって感じですか。で、そうすると地震が来てなんか落ちたりとかしたかもしれないんですけど、すぐテレビつけて見たって感じだと思います。で、この、これ日本の東北地方の地図の上にですね、ここが岩手ですね、それから宮城、福島、関東地方があります。このブルーのものが何かというとですね、これが当時震源域と言われて、マグニチュード 9.0 の地震の起こったですね、岩盤が
まあ縦 500km 横 200km でこの範囲で、まあ、あの地下の岩が割れて地震が起こったと言われています。で、最初にあの起こったのは真ん中マグニチュード3月11日14時46分午後2時46分マグニチュード 9.0 の地震が発生しました。で、まあ、私50代ですが、まあ、生まれて初めてという揺れを感じたわけなんですけど、この地震のすごさはですね、この30分以内にこのマグニチュード 9.0 して次が北側でマグニチュード 7.4 そして今度南側でマグニチュード 7.7 それからですね東側でマグニチュード 7.5 これがですね3時25分まで約、30分40分ぐらいの間にですね、普通だったらマグニチュード 7.7 なんてこれ余震と言われるんですが、これでもすごい地震になるんですね。こういうすごい地震がバババババッといっぺんに、まあ、30分以内に起こって、津波がまあ発生して、そして東北地方が大変なことになったわけです。で、まあ、信じられないことですけれど、関東より南側は電気があったので、皆さん多分人や車が津波に流される映像をですね、当日見ていたと思います。で、逆に現地はですね、東北電力の発電所がやられてしまった、それから送電網がみんな地震で倒れてしまってもう完全にあの、停電状態です。ですから避難も自分が逃げるのが逃げるだけで大変、そして夜になればもう真っ暗何もない、そういう状況がずっと続いていくわけです。避難所に行ってもみんなあのもう車のねラジオを聞いていたとか、そういう状況が、生まれました。で、このでこれあの地震の、まあ、割れ方でですね、真ん中割れて北割れて南東割れて西残ってますね。結局、歪みが残ったのはですねこれ2つですが、4月になってマグニチュード 7.1、 7.0 というのは、ね、西側が、まあ、割れたんですね。で、これがまだ終わっていないと言われています。あとまだまだ続くだろう、余震は続くだろうと言われています。まああのもう1ヶ月ぐらい東京にいてもですね、あまた揺れてるとか、なんかいつも地面があの、ね、動いていたからなんか気持ち悪い感じだったっていうのを思い出されると思います。そういう状況ですからもう東北地方はもう大変です。ずっとあの3月4月5月余震がたくさんありました。で、当日あの、まあ、これざっくりなんですけど46分に地震が発生しました。そしてこれまあ原子炉の状況をこれからお話しするんですが、あ一応福島県があってさっきお話した双葉町大熊町の間に第一原子力発電所6、それから富岡と奈良葉という町の間に福島第二という原発があります。で4基原子炉があります。でこれがですねとんでもないことですが東京電力の原子力発電所、東京電力が、持っている発電所はこちら側と、あともう一つこっち側、ちょっと新潟の柏崎刈羽、要するに東京電力が電気を供給している関東地方エリア内には東京電力の原発はないんですね。要するに電気は全部東京に行ってしまう、だけどこの、事故の危険性は地元に残ったままということが、まあ原子力発電所の差別的な構造なんですけど、今回はっきりとそれが、まあ、分かった状態です。で、地震があってですねどういうことがあったっていうとですね、多分その原因は未だに結局分かりませんっていうのは、あの中に入って見られないから放射能が強すぎて誰も検証できません。で、まあ、皆さんご存知のように今私たちがこの吸ってる空気とですね原子炉はつながっています。1年前ほどではないですがまだ放射能は微量ですけど出てます、まあ、だってまだあの屋根がないだけでもう筒抜けになってますから。そしてですね、当日は、その原子炉を後で説明しますけど冷却しないとならないですね。地震が来て核分裂は止めても、ところがですね、まあ、ここに10条通報とか15条通報って書いてますが、まず全交流電源喪失、これは外側から来る電気、東北電力がやられてしまったから、あの発電所はですね自分が発電してるときは自分の電気使う、ところが地震が来ましたからもう核分裂止めてしまったら自分は発電しなくなって、
あの定期点検の時なんかもそうですけど、外からもらうことで、東北電力からもらうことになってる、東北電力の発電所全滅しましたから、まず外側から電源が来なくなった。で電源喪失、そして今度は、非常用炉心冷却装置注水符の原子炉に水を入れて冷やすことができなくなりましたというのが、3時台4時台にもう起こっているわけです。そして、7時、あの皆さんニュース見ていたと思います、当時の枝野官房長官が、原子力緊急事態宣言を発令しましたと言って、まあ、気象官邸でやったわけです。でここからが有名な念のためにとかいう、もう耳たこになったと思いますけど、もう原子炉はここで、こちらが赤に書いてあるのは 東京電力がその後になってですね、どういうことが起こっているかっていうのは1号機に関して解析したものです。でもう6時半、夕方6時半には1号機炉心露出もう溶け始めました。夜で6時50分炉心損傷開始、水がなくなって核燃料が壊れ始めた。そして、圧力もずっと行くんですけど、ここでもういわゆるメルトダウンが起こっていく。そういう状況で7時にはですね、念のためにって言ってた人がですね、なんとこれ政府は決断しなかった。で夜8時50分、福島県が2キロ以内の住民に避難指示を初めて出します。でもその時でも政府は何も言いません。混乱を避けたいということで、でもさすがにですね、9時半になってです、ね、23分3キロ以内で住民に避難し、10キロは屋内退避、もうメルトダウンしている時にですね、混乱を避けたいということで情報を出さなかった。でこれはですね、もう真っ暗なんですね。真っ暗い中でみんなが動き始めたらもう大混乱。でも実際には知ってる人はもう逃げ始めてます。そういう状況です。で一夜明けて、明け方の5時46分明るくなってですね、要するに明かりが出てきてやっと、10キロの住民に避難っていうのを、もうメルトダウンはするわ、圧力容器は破損するわという状況の中で避難。そのうちにもう午後3時36分1号機は水素爆発してしまう。その後にですね、20キロの住民に避難指示する。もう本当に後手後手に回った。今回分かったことは、政府はですね、住民の命を守らなかったということが、まあ、はっきりしたと思います。でちょっと原発のお話をするので、発電のイメージ、発電所っていうのはどんなものかっていうのを復習させていただきたいんですけど、これいろいろ書いてあるんですけど、今大量に電気作るんですね、再生可能エネルギーを除いてですね、火力と原子力、水力発電というのがあります。で水力発電というのは水が溜まってて流れる力とか降りる力でタービンを回すというような感じです。でこっちのですね、火力と原子力は何なのかというとですね、まあ、本当に信じられないんですけど、ここにボイラーって書いてあって、水蒸気って書いてある。何をするかというと、これ両方基本的一緒です。お湯を沸かします。お湯を沸かす、そして蒸気を作る、高温高圧の蒸気を作る。その蒸気でこの発電機につながったタービンを回す。そうするとここの発電機で電気ができて家庭に、そういうのが火力と原子力全く一緒です。皆さん原子力発電所ってなんかすごく科学的に高度なことをやってると思ってる方がたくさんいらっしゃるんですけど、やってることはですね、もうお湯沸かしてる、ただのお湯沸かし装置、お湯沸かし装置、どちらも。で違いは何かというと、ここにボイラーって書いてあるんですね。イメージとしては一口ガスコンロの上に夜間が乗ってると、水がいっぱい入ってでですね、もうこっちは天然ガス、石油、石炭でお湯を沸かしてるだけです。こっちが何かというとですね、これがですね、原子炉が書いてある、夜間の中にですね、夜間の中に水がある、いっぱい夜間の中に、これダミーなんですけど、こういう核燃料棒が入ってる夜間の中に。そしてですね、この、中にウランのペレットって黒い塊が入ってます。ウラン、核物質のウラン、これの周りをですね、夜間の中で中性子っていうのが飛び交うとですね、この中でウランが核分裂を起こすと熱を発する。その熱を外側のお湯を沸かすのに使ってるだけです。
それが原子力発電、お湯沸かし、それだからあのさっきこの、原爆の出しましたやってることは全く一緒です。で広島の原爆、例えばですね広島の原爆、原爆ドーム上空で爆発しました、核弾頭が。そしてですね熱線が出たわけ で、もう真下にいた人間なんかみんな死んでしまった。で原爆ドームがあんなぐにゃってます。その熱と全く同じ熱を、ただ原発はですねあのこうウランを焼き固めてあるとかそういう原子炉の中に入ってて、あの、まあ、バランバラになってないだけの話なんです。全くやってることはその核分裂の熱、ウランの原爆の原理を使ってあのここで熱を作って、夜間の中で熱を作っているというのが原子炉っていうことです。だから、非常にあの原発と原爆は兄弟よってよく言いますけど全く同じ構造です。それで、ちょっと、今度福島 の、 そのさっきのもうちょっと原発らしくした図を見ていただきます。あのですね、あこれ PW だと思います。こちらごめんなさい、こっちの上の方を見て、あのですね、ちょっと形が違うのが日本で2つ原発あります、BW、沸騰水型ボイルドウォーターリアクターと言います。こちらが東京電力とか東北電力で、こっち PW、プレッシャードウォーターリアクターと言います。これがですね、関西電力、九州、西型のタイプです。で、やってることは基本的に同じで、これが夜間だと思ってここが夜間で、ちょっと東京電力のタイプをイメージしていただくとですね、ここで夜間でお湯が沸きます。それがタービンに行きます。で発電、ここで発電機がついて今電気が家庭に送られているイメージがあって、ここで電気するの分かると思うんですけど、で原子力発電所もですね、そのさっき の、 あの火力もそうなんですけど、お湯を沸かしてるだけなんです。ところがこの夜間からですね一方的に蒸気が出続けると夜間が空だけになっちゃう。ずっと 水だからそれは困る。それでね何をやってるかっていうと、このタービンでお仕事をした蒸気を、これは水を加熱して蒸気にしましたから、今度は冷やしてあげれば水へ戻る。それでここに変な機械がありますが、ここでですね、蒸気が流れてくると海外側から海水を持ってきて、そしてあの、まあ、実際混ぜるんじゃなくて缶と缶で接触させて熱をですね海水に上げるんです。そうすると海水は熱をもらって温まって外に出ていく。これが温排水です。7度上昇、夏と冬で海水の温度違うので、原則7度上昇させた形で海に出すと言われているんですけど、そうするとここが蒸気が水になって、今度はこれをポンプを通してまたこの、さっきのお釜の中に、あの夜間の中に戻ってきて、だから変な話なんですけど、ここでお仕事させたものをですね今度冷やしてまた水にして、ここでまた核分裂の熱を待って蒸気になったっていう形で、こうやってずっと回ってる。でこれを回してる限りこちら側の冷却もやらないといけない常にっていうのが原発の基本的な考え方で、今度の事故でですねいろんなところで、例えば地震が来てですねすごいマグニチュード9の後7がボンボンボンできたりして、例えばこう配管が破れてしまう。そうするともう原子炉に、ね、あの水が戻らなくなってしまって、まあ、メルトダウンしたんじゃないかとかですね、他の推理では例えばこれ今ポンプがみんな回してないとこう水が動かない、そうすると電気がなくなってしまった、その津波が来て発電機がやられてこういうポンプが回らなくなったんでここがメルトダウンしたのとか、いろんな理由が考えられているけど検証できないんです。見に行けない。だから東京電力は津波説です。でも国会でやった事故調は地震でやられたんじゃない、その可能性は否定できないよっていうふうに言っています。でこれはですねもう10年経って見られるかどうかわからない、本当まあ水かけ論って言って変なんですけど、そのくらいにまだあの航空機とかね列車とかねその検証できるじゃない。原子力の怖いところここなんです。サイトで放射能が強すぎて誰も近づけない、1号機に入ることもできない、そういうことが原発で起こっています。で、あ、まあこれは
ですね、それですですからちょっとこっちの今日はあんまり時間ないんですけど、この火力もですね、タービン構造は全く一緒です。ただですね、まあ真っ当なものとして考えられるのは、誰でもこの熱で捨ててしまうのを捨てないようにしたらいいじゃないね。ひどいのはですね、ここに書いてあるように100エネルギーをここで生み出してもですね、電気になるのは 33% だけなんです。原子力発電所は3分の2を温排水で捨ててしまう。でこっちはですね、今一生懸命、ガスコンバインドサイクルといって天然ガスのハイブリッド発電所っていうのがあるんですけど、そういうので今 45% とか高いのは 60% ぐらいまでいくように、なるべくせっかく作った熱なんだから極力使って使い倒そうと。それでも結局電気に行くのは半分ぐらい、電気にしかできない。で残った熱で、例えば六本木ヒルズがそうですけど、あの暖房とかね、いろんなビルの中に熱を回してるんですけど、でこれができるのは火力だから。でそれはですね、六本木ヒルズはガス発電してて、こういろんなエネルギー使ってるんですけど、原子力はそれができない。どうしてかっていったら、さっき言ったようにですね、夜間の中に核燃料が入ってる。で人間はですね、こういう物質ですね、破れない核燃料を作れないんです。ピンホールとか亀裂とか損傷する。そうすると蒸気の中に絶対に放射能が入っちゃう。そうすると全部このタービンから機械に全体に放射能が回ってしまいますから、この蒸気の中にも放射能が入る。だからこういう熱をですね、ガス火力だったらば暖房に回せますよね、安全だから。人間の生活にも送れるんですよ。でも原子力の場合は送れないわけです、危なくて。まあ建前はいかないことになってるけど、いつこの燃料棒が破れて放射能が蒸気側に行くなんていう事故は普通に起こってます。でもっとすごいのは、ここで反対に海側にも出てしまう。やっぱり配管、ただの配管ですから絶対事故が起こらないってことはない。そうすると放射能が海まで行ってしまう、その大事故じゃなくて。そういうことが起こる。で、私が言いたいのはですね、ですから電気ってすごく便利なんですけど、この天然ガスとか石油は CO2 問題、だから原子力は事故もあるし、その放射性廃棄物を生み出す。でこっちの水力もですね、自然を破壊しなきゃならない。ということでですね、どれも、はっきり言ってダメなんです。やっぱり省エネする、それから効率化考えないと、何か環境に負荷を与えないとですね、大量に電気を作ることができない。だから今、太陽光とか風力とか、その環境に負荷を与えないシステムに移行しましょう。原発は特に問題だからゼロにして違う方向に変えましょうねっていうふうに、私たちはお勧めしてるわけですけど、これが原発です。何もないとですね、事故が起こってなくても問題あります。この熱をめちゃくちゃ捨ててるわけです。だから温暖化対策で原発って言われてたんですけど、原発でも火力発電でも同じで、増やせば増やすだけ排熱もめちゃくちゃ多いっていう、全くエコじゃないわけです、こういうシステムっていうことです。で、こっちの行きたいと、ちょっと皆さんのところにないはず、それですね、これさっき温排水、日本はですね、海側にあるので全部 海中にバーッと出してしまうから見えないんですね、水 の海水が温度上がっても。でもヨーロッパとかアメリカは内陸で原発やります。そうすると冷却水川から取るんですよ。で温排水川へ戻す。そうすると日本みたいに直接出したらばもう川がすぐ温まっちゃうわけです。それで、こういう冷却塔というのを持っています。もうこれ単なる茶筒です、本当に。この中からなんです。でただ、この中にバーッとですね、あっち温排水吹いて、そうするとこの中でこうやって蒸気が出てるんですけど、この中で冷却水、自然にほっとけば冷えていきます。である程度温度が下がったなって言ったら、やっと初めて川に流せる、そういう形の構造です。だからこれが温排水がこうやって見えるわけです。ヨーロッパとか内陸にあるの、こんな風にこれを日本の場合海に流してしまっていて、
海水の温度を上げてるんですけど、これが見えないので、なんかあれですけど、だってヨーロッパなんか旅行されても皆さん、これ火力もだから同じです。こうやってもうすごい蒸気が出てます。こうやって熱をただただ捨ててるんです。これが、まあ、大量に電気つく方法。それからもう一つ見ていただきたい。実はこれはですね、その海側から冷却水取るといった取水口です。取水口ってさ、もう半端じゃない、ただのパイプじゃないんです。人間がこんな小さいんです。これ、このこういう管でですね、もう大量に1秒間100、上関原子力発電所1秒間190トン水をバーッと吸い込んで冷却に使って出すんです。これが入り口です。でですね、もう信じられないのは、海の水をもう大量に吸い込みますから、こうやってですね、魚とか貝とかも、その子供も大人もですね、もう大量に入ってきます。それでこれをまた夏のプールと一緒に塩素で殺すんですよ、ね、殺すんです。だって原子炉にこんな海水入ってきたら大変だし、プランクトン入ってきたら大変。それでもですね、1年間運転するとこうやってすごいですね、富士壺ってバーッとつくんです。これ今定期点検で取水していないので、これ全部1年に1回こうやって全部かき落として、またきれいにして1年間っていうのをやります。でこれなんかもうあれです、これムール貝です。これ紫貝です。場所によっていろいろ変えて、だからその、ただ冷やすっていうんじゃないんです。ものすごい海の水をですね吸い込んできて、だから原子力発電所が何がすごいって、これから見ていただいて、すごい熱を出すんですよ。今の福島の事故見ていただいても分かる。そのための冷却水っていうのは、こういう口から取らなければならない。これを1日24時間365日、1年間運転してやっと定期点検で止めるんです。だから原子力発電所が自然を壊すって、ね、いろんな意味があります。例えばこうやって、もうだから今それで大井発電所っていうところがですね、この間野田首相が 大揉めで最後僕が責任取りますとか、責任なんか取れないのに動かしました。ところがですね、なんとこの取水口のところに越前クラゲが大発生してしてもしまった。で出力を落としたんです。どうしてかっていうと、これもちろん普段はですね、もうフィルター網をまずかけ、フィルターも何重にかけて、魚や余計なものは入ってこないようにしてるんですけど、そこのフィルターの部分に越前クラゲが全部くっついちゃって、水の吸い込む量が減ってしまったんです。冷却水が減ってしまいましたから、能力を下げないとならなくなったという、非常にも漫画みたいな話が、クラゲでよくやられます、発電所で。熱をですね、今皆さんにちょっと見せて、これですね、ウランのペレットのダミーです。今その熱がすごい話を聞いていただきます。これ今燃料棒の中にあるペレットのダミーをまた回しします。でこれはただボールペンなんです本当。東海原発に行くと昔くれたんで、おまけに。でここにウランペレットのダミーがついてる。それからこっちの方はですね、志賀原子力発電所に行くともらえる。で、原発作られるのは全部過疎地です。でもう何にも子どもたちにとって遊び場ないようなところ。でこれはひどくてですね、もう私が撮ってきたクレーンゲームあるでしょ、ゲームセンターのクレーンゲームの中に、お人形じゃなくてこの卵型のプラスチックの中にこのウランペレットの模型がいっぱい入ってて、山と積んであって、タダでできるんですゲームで、クレーンゲームが。でこれ持って帰っていいよって言って私が一生懸命取ってきたんですけどこうやってですね、その子どもたち、原発のあるところはですね、子どもたちにどうやって原子力に親しまさせるかっていうのが地元の電力会社に大きな課題なんです。で何もないから、はっきり言って PR センター、子どもたちのゲームセンター状態です。コンピューターで遊べるとか、こうやっていろんなゲームで遊べるようになってますけど、それが全部原子力に関わる、とんでもないあれです。で今皆さんに見ていただいているのがですね、回っているのがこの燃料棒、実際は4メートルぐらいあります。これの中に、こうやって黒いペレット、ブランを焼き固めたものです。
セラミック状にして、要するにお茶碗みたいにカッチンカチンにしてある、それが入っていて、これが4メートル、そしてこれが何万本と原子炉の中に入っていて熱を出す。だからすごい熱なんです。だから大変な冷却をしないとならない。そして、今分かっているように福島原子力発電所で消せない日となって、いまだに核燃料が、溶けてどこにあるか誰もわからない。東京電力もわからない、政府もわからない。でも熱を発している核燃料があるという状態なんで、それでですね、すいません、ペン型の、ボールペンになんかのペレットにですね、字が書いてあるの誰かわかります？ランペレット模型で、裏にあなたの家庭の電気約11ヶ月分。これがですね、原子力の売りです。売りです。このちっちゃいペレット1個でですよ、ね、今、3点何人ぐらいかと思いますけど、ほとんど約1年分の電気を作る。だから原子力ってすごいでしょ。すごいんですよ。原爆なんかの火じゃないんです。広島原爆、福島100万キロの 5号機6号機なんかですね、広島原爆で換算すれば1日ですね、広島原発3発分燃やすんです。原爆は一瞬にしてやってしまうんですけど、原発はゆっくりゆっくり燃やすので3発分です。 3×365、 1018、要するに1000発、1年運転するとですね、広島原爆1000発分の、だから死の灰が原子炉に溜まってるんです。溜まるわけです。だから今回事故でですね、それが部分的に出てるわけですけど、だから私は別に広島長崎大したことなかったなんていうつもりはないんですけど、その放射能のその量がですね、原爆の量とですね、原子力発電の場合全く違うんです。1000発分溜まっちゃってるわけです。だからチェルノブイリの原発の事故でもですね、出た放射能は 10% いかないんですよ。でも北半球全部が汚染されて、そして、今、まだ収束も至っていない福島原子力発電、計算で出してますけど、本当に数パーセントです。それでもですね、もう日本中がセシウムどうしよう、これからどうするんだっていうことになってしまっている。だから原発の売りはこれです。だけどはっきりしているのは逆にですね、事故当日は電気がなくなったかもしれない、地震が来たかもしれない。だからメルトダウンを起こしちゃった。ところがですね、今サイトにはですね、電気はいくらでもあります、ね、それから重機だって使おうと思えばいくらだって使えますよ。でも東京電力やってることは、水を入れてどこにあるかわからない核燃料、ただ水入れて溶かしてるか冷やしてるだけです。何もできないんです。放射能がもうすごい状態でサイトを汚染してしまっていて、人間が近づくこともできない。原子力はすごいです。このペレット1個で1ヶ月11ヶ月分そんな熱を出すけど、すごいけど、ああやって1回人間のコントロールを失ってしまったら人間は何もできない。それもチェルノブイリとかスリーマイルはですね、原子炉1個の事故だ。それでもロシア全体で困ってる。アメリカの総力を上げても何ともできなかった。今ですね、福島で原子炉3つ、核燃料のプールは4つ、大変なことになってます。ですから本当に今原子炉の事故が収束したような、もうなんか保証とかですね、そういう話に行ってしまっているんですけど、全然収束が本当にできるのか、そういうことがわからない状態になってます。すいません、それでちゃんと原発を渡福島に行きたいと思います。それでもう今大体お話しましたけど、そのこれ、夜間だと思って、で核燃料がたくさん入っています。でですね、何らかの理由で、何だかわからないんですけど、これ1号機ですけど、普通は核燃料は絶対いつも熱出してますから、絶対に水の中に入ってなきゃいけない、何があっても。だから例えばこの構造を見ていたら、給水、蒸気が出ていく口も給水の口も全部核燃料のより上にあるでしょ。だから絶対にこれより下に、いつも核燃料がないけど水の位置より下にある、そういう設計になってるのに、今回ですね、どこか何かがいっぱい持った配管がこうつながってます。配管で多分破れてですね、水が下がってしまう。でこれがですね、
日本の原発はもちろん地震を想定しています。で、ここに書いてあります制御棒、要するに車のブレーキですね。そういうものがです、ね、上に蒸気が行くために何度、まあ、構造的に下からこの、核燃料棒の間に入っていって中性子が飛び交っている、核分裂しているときにです、ね、下から入って中性子を吸い込むんです。そうすると核分裂は止まります。で日本の原発はですね、ちゃんと地震計を持っていて、今度でかいのが来たと思った瞬間にですね、2秒でこの4メートル の、核燃料棒に対してですね、制御棒が全部挿入されることになっています。で挿入されない事故も普段あったわけで、今までに地震で大体、まあ、入ったんです。高温にも入りました。で核燃料入ったんだけど、ここでまだ死の範囲がたくさんありますから熱が出てる。だからこの、冷却、例えば定期点検の時でもですね、今度は普通そうじゃないポンプを使ってこちら側から水出してまた入れてって冷やすことをやらなきゃいけなかったんですね。でそれをもちろんやろうとしたんですけど、さっき言ったように電気がなくなってしまう。でもうポンプも動かせない、何にもできないうちにどん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 水が下がっていって、核燃料が自分が出す熱で自分が溶け始めてしまう。信じられないことですけど、人間が作ったものなんで、ね、このジルコーニウムという調合金で作ってありますが、1800度を超えるとまずさや缶が溶けてしまいます。そして今度はですね、2800度を超えるとウランの塊が自分の熱で自分が溶けてしまう。で今回それが起こった、メルトダウンで、まあ、今はですね、この、原子炉お釜の底は突き抜けたと言われています。その下に行って溜まってるだろうというのが、まあ、ざっくりした当然の考え方でも分かりません。